どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら自軍一体のリベル編成で6月回数をレベル15を攻略していこうと思います。はい、今月のレベル15めちゃくちゃ難易度高くて、てかな、うざいんですよ。レベル15めちゃくちゃ外役ギミック多いんだけども、リムル使えば最速14分とか遅くても15分ぐらいで石地獄回収できるので、めちゃくちゃおすすめです。はい、耐久回数とかもあったりするんですけど、やっぱリムルベル、リムドラとリムルがいるおかげで耐久もめっちゃ安定するんで、すごい使いやすいんですよね。なんで今日はリムドラとリムルを合わせた編成、自軍リムル一体でレベル15攻略していこうと思います。内容は動画後半で話します。シェアトです。雲耐性つけてあげて遅延6個ですね。そしてこちらはパイモン武器継承です。はい、でリムル浮遊に上限解放につけてあげて、マッハ武器で入れ出しにしていきましょう。で、非課程です。バインドアシスト無効回復遅延2つに、こちらミューラン武器継承ですね。はい、で、リムドラです。スキブプラス上限解放つけてあげて、こちらゼータガンダム武器継承ですね。でリムドラスキブ上限解放に、こちらヤムザ武器継承で、最後にこちら、リムルです。リムルは、遅延6つに神キラーつけてあげて、アワリン継承って感じになっております。という感じの編成ですね。まあ今日は実際にこちらのリムドラリムル編成を使ってね、レベル15破壊していこうと思います。バカ強いんでね、遊んでいきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。マッハリダチにしてあげて、パイモン使います。からのヤメザ撃ってあげて、ゼータガンダム。で、ミューラン使います。そしたらリムル変身してあげて、リムドラ1段階目使いましょう。適当に無効管組んで倒していきます。はい、もう余裕で倒しきれると思います。15コンボ16、17コンボです。さあ、このままワンパンしていきましょう。突破です。はい、圧倒的火力でワンパン。さあ、2階層です。おお、乱入めっちゃ早いやん。ランニアもちろん普通に受けれます。はい、リムルからのリムドラ使って殴っていきましょう。やっぱ結局リムドラの HP 1.5 倍偉すぎるんで、はい、もうこんな感じですね。こうやって殴っていきます。平積みでも十分火力出るので、水の4セット組んであげて殴っていきます。4セットで確定10コンボですね。そしたらまたリムルからのリムドラ使ってあげて殴っていきます。これが HP 1.5 倍の力よ。権限ループとか一切なしで簡単に火力出せます。はい、であとは水4セット組んであげればこのまま2パンですね。もうレベル15は本当に敵柔らかいので、もうリムルぐらいの火力があれば簡単に突破していけます。はい、突破です。リムドラもどっちもね、火力武器乗ってるんでね、さすがに強いですね。で、3階層はリムドラ使いましょう。リムドラからのリムル打ってあげて、これで水の4セット組んで殴っていきましょう。もうサクッとリムルの火力でまずは半分まで削っていきます。で、ロッカーうざいんでリムドラからのリムル使って L 字組みながら倒していきます。はい、えい、これでロックカイドの処理時間なくしてあげて、高速でスキル使えるようにしていきます。さあ、このまま2パンしていきましょう。で、4階層です。4階層もリムドラからのリムル使います。で、ここは十字組みながら殴っていきたいが、この編成はごめん、十字ないから十字は組まんでいいわ。いらずにでいきましょう。よいしょ、こんな感じで殴ります。はい、いらずに組んであげて削っていきましょう。まあ、十字ないんで超暗闇のパズルミスだけは注意なんだけど、まあそもそもこの遠征生成量が多いので、まあそんなに気にならなそう。やっぱリムル火力も高いしね。で、5階層です。ここはリムドラからのリムル使いましょう。アシスト無効回復しながら殴っていきます。L 字1セットで OK なんで L1 セット組みます。はい、これで L 字1セットで問題ないです。そしたら勝手にね、不可定の力でアシスト無効回復できるので、まずはこれでアシスト無効回復。そしたらここからは無効貫通組めるタイミングで殴っていきます。はい、
さすがに水2セットとかだとコンボ数的にも火力的にもギリギリなんで、まあ、基本は水3セットぐらいある時に殴るのがおすすめかな。水2セットの時は平詰めして耐久的な感じでもいいと思います。まあ、ただ一応無効貫通組んであげるとこんな感じでリムルはがっつり火力出せますので、水2セットのも何ら問題はないという感じです。本当にリムルってバケモン強いんで、まあ、えげつないですね。でここはシェアと使って3ターン耐久してから倒していきます。はい、一旦じゃあ勝とう。 OK、 そしたら倒していきましょう。リムドラからのリムル使います。はい、これでシェアため直してるので、お、待って、ため直してないわ。危な危な、大ミスするとこだった。はい、これでやば、あーあーあー最悪。6階層です。危ねー、セーフ。ここであの覚醒向こう飛んでくるので、ちゃんとシェアトが溜まってから突破してください。シェアトのスキルってそうか、5ターンか4ターンだと思い込んでたわ、なんか勝手に。はい、まあこれで殴っていきましょう。なんでそうだから、ここで必ずね、あのシェアとか使えるような状態になってから突破してあげてください。だから4ターン耐久してから突破すれば大丈夫です。4階層、5階層はね。で6階層ワンパンしてあげて7階層です。ここはヘカテ使います。はい、ヘカテ使ってあげてリムドラからのリムル打ちます。でこれで水4セット組んであげてヘカテでワンパンしていきます。14コンボ組んであげてこのまま倒していきましょう。突破です。さあ続きまして8階層です。アウストラリスに関しては進化後リムルですね使ってあげて、リムダラからのリムル使います。はい、はい、これで平積み組んであげてリムドラの火力とリムルの火力含みながら殴って、はい、削っていきます。そしたらこのままリムドラ打ってあげてからリムル使って2パンで倒していきましょう。アウストラリスは硬いんでね、こんな感じで2パンすることで突破していきます。オッケー、このまま倒していきましょう。ダメージ吸収2ターン継続で突破していきます。13コンボ14コンボで突破していきましょう。2パンです。さあ続きまして9階層です。9階層はシェアと使います。はい、シェアと使ってあげて覚醒無効回復していきましょう。でリムドラからのリムル使ってあげて平積みで軽々倒していきます。余裕突破ですねこれ、いわゆる。はい、これで水の4セット組んであげて突破していきます。6号でルーレットアローがリムルの火力含めばこんな感じで簡単に倒しきれます。有利属性なんでなおさら余裕ですね。さあ10階層です。ここから熟成も発動します。でネレは倒し方めっちゃ簡単で、まず2ターン耐久しましょう。はい、こいつ3ターン目に固定行動してくるんですよ。あえて2ターン耐久してあげて固定行動を誘発してあげて半分時の覚醒無効を回避するっていう突破方法をしていきます。はい、まず一旦こんな感じで殴っていきます。で12コンボ、さあこれで殴りでからのリムドラ使ってあげてもう一発耐久していきます。はい、これで9コンボ組んで耐久完了。そしたらこのままですね、リムドラからのリムルからのヘカテ使って倒していきます。はい、これでまずは半分まで持っていきます。でちょうど3ターン目に削ってあげると半分時行動よりも優先して3ターン目行動をしてくれるので属性吸収をしてくるはずなんですよ、闇花火からのね。
はい、属性吸収対面花火をしてくるので、このままリムダラ使って殴っていきます。倒していきましょう。いきます。はい、これで水4セット組んであげて、まあ、あとはリムルの火力で突破していきましょう。もう軽々コンボでいいでしょう、どうせ倒せるんで。 OK、 突破していきます。さあ続きまして11階層です。ここはシェアと使ってあげて、ケスネドロップ回復からのリムドラ使って殴って倒していきます。でうざかったルーレットもあと1ターンなんで、ここだけ注意すれば負けることもないですね。はい、これで水4セット組んであげたらもう絶対に10コンボ入るので、水4セット組んであげてこのまま倒していきます。ワンパンです。はい、続きましてボス1ですね。ここは4ターン耐久しましょう。4ターン耐久します。そしたら4ターン耐久終わったんで、リムドラからのリムル打ってあげて、ヘカテ使ってあげて、ジャッカドロップ目覚めを上書き、でこのまま平積みでね、しっかりと超根性まで削っていきます。これでシェアとため直しつつ半分まで削ってあげて、半分時効と対策していきます。はい、これで半分まで削り、そしたら半分時ですね、54マス縮小してきますので、シェアと使って対策していきます。65マス戻しつつリムルとリムダラ使います。で、まあ、これでまずは半分樹もしっかり殴っていきます。13コンボです。でこれで削ってあげて、うん、ナイス。そしたらリムドラからのリムルで突破していきましょう、まあ、という感じですね。はい、こんな感じでこのままボス1に関しても倒していきます。でまあこの遠征はボス階層が一番楽で、ちなみにボス1とか10階層とか5階層とかが一番だるくて、そう、結構そっち系がだるいんですよ。でボス階層に関してはめちゃくちゃ簡単です。はい、ということでボス2です。ここはですね、今回の編成究極リムルが入ってますので、このミヤーダが生成してくるねシールドあるじゃないですか。そう、このシールドをですね、まずはリムル進化後のスキルで破壊していきます。はい、リムル進化後でシールド破壊で、リムドラからのリムル打ってあげて倒していきましょう。いきます。もうこれで終わりですね。はい、シールド破壊してあげて、あとはしっかりと上限解放を含みながら全力コンボ組んであげれば、さあリムルの火力でこのまま20コンボでしっかりと突破していきましょう。ということで今回ですね、リムル編成を使ってレベル15を攻略する動画でした。まあ、1周15分ぐらいでクリアできて、今回のレベル15めちゃくちゃねだるいんですけど、リムル使えば相当簡単にクリアできると思います。14分とかでも勝てそうやね。もうマジで水汲んでいくだけで簡単にクリアできますので、ぜひ組める人は使ってみてください。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ラスト代用いきましょう。さあということで最後代用を話していきます。まずマッハからです。リダチェン武器ですね、無効化捨ててください。ミヤーダ、シャア専用、フレイ、ネプチューン等のリーダーチェンジ武器で代用していただければ OK です。パイモンに関してはドロ強プラス初手のヘイスト武器となっておりますので、サメの馬人とかサクラミクとかそこら辺になります。はい、でミイラに関しては封印と暗闇とかつ初手ヘイストですね。はい、まあまあ最悪暗闇見せて封印ヘイスト盛るとかでもいいですし、まあ封印暗闇ヘイスト盛れるミューランが一番理想です。で、リムルベルダーの裏に関してですね、このゼータガンダムとかに関してなんだけども、どちらともアワリン、ナツル、リューネシュルビ等の水属性付与プラス火力盛りプラスヘイスト武器で代用してください。最後、リムル裏に関しては、アワリンの代わりに富岡義勇、ウルトラマン Z、リムルベルダー等が使えます。ここら辺になっております。まあ編成もね、かなり組みやすいですので、ぜひこちら使ってね、レベル15攻略してみてください。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。